軍服を着て記念撮影に応じる旧日本軍の兵隊。今から78年前に撮影されたあの731部隊の貴重な集合写真である。この中に写真の所有者は長野県宮田村に住む清水秀夫さん93歳。清水さんは14歳の時、中国の満州国にあるハルビンに出兵し、731部隊の少年隊に入隊した。現地での731部隊の活動を知る数少ない隊員の一人である。マルタっていうのはどういう意味です？マルタっていうのは人間とも思われなかった言葉ですね。マルタっていうのは人間なんですよ。これとまあ少しですね。人体実験するっていうのはそのマルタです。存命する数少ない731部隊の隊員である清水秀夫さん93歳。清水さんは731部隊の隊員だったんでしょうか？隊員です。清水さんはそこでどんなことをしてたんでしょうか？まあ入ったばっかりでしたからね、わずか4ヶ月半くらいだから、まあそれまではあんまりね、ほとんど勉強とマウスからお尻から液を取ってそれを培養するような、結局あれです、実習生と同じようなもんだね。清水さんは太平洋戦争末期の1945年3月、地元の教師の推薦で満州国のハルビンにあった731部隊に少年隊員として入隊した。731部隊というのは行った当初は何をやる研究する部隊だというふうに理解してた？全然わかんない。ただ培養もしたりするけれども、ただこの病気を治すとかそういったようなことかなと思っていたんですけれども、細菌戦に使うとは私も立場が分かってなかったです。隊員ですら謎に包まれた731部隊。少年兵だった清水さんは連日実習室でのネズミを使った培養実験や細菌学の基礎知識について勉強していたが、任務については厳しい慣行令が敷かれ、部隊について詮索することは許されなかった。自分がやってたこと自体は絶対話してはいけないという、他藩の人だってもそういう話は一切禁止されてます。だから他藩に行った同期生たちは何をしてたかは一切分かりません。結局秘密主義を徹底したわけです。そうそう、過去犯後と全然交流がないっていうか、話は全然させなかったですね。だから全731部隊の全体像を知ってる人は石井部隊長以下本当に一握りじゃないですか？まあ本当に知り尽くしたっていうのは石部隊長しかいないんじゃないかね。逆に言うと、うん、他の幹部も知らない。知らないことがあると思います。石部隊長とは731部隊を指揮した石四郎中将のことだ。関東軍貿易給水部、いわゆる731部隊は表向きは戦地での貿易や衛生管理を任務としたが、実際には生物兵器の使用を禁じた国際条約に反し、
極秘に生物兵器の開発を進めた。731部隊は別名石井部隊と呼ばれていた。そして部隊ではマルタという隠語がよく使われていたという。マルタという言葉は向こうでも聞いてたんですか？聞きました。あ、これはまあ、ホラの人たちがマルタという名前でおるということは聞いてました。うん、まあ、マルタっていうのはどういう意味ですか？マルタっていうのは人間とも思われなかった言葉ですね。あれは、うん、普通の木のマルタ、人間とも思われなかったと思います。うん、中国人などの捕虜を指すマルタは何に使われたのか。清水さんは入隊後しばらくして上官に連れられたある部屋でその一端を知ることになる。連れて行かれて扉を開けてどんな部屋でしたか？いやー、ホルマリンの匂いがものすごく強くてね、目が開けちゃおられないような状態だけれども、連れて行かれたからには見てこなきゃいけないけれども、涙をポロポロ出しながら見てきたわけ。そこにこうたくさん瓶があるってこと？いや、それは数えきれないくらいあります、棚に。うん、清水さんが足を踏み入れたのは巨大な人間の標本室。広い部屋の棚に数えきれないほどのホルマリン漬けの瓶が並んでいた。どんなものがあったんですか？いや、人体全体のものもあり、切断したものもあり、いろんなそういった部位ごとにね、あるんですけれども、まあ内臓、体全体を立ち割ったようなとかね、そういったものが結構たくさんあって、普通の人でこういうね、こういうふうに割ってるの。のこぎりで立ち割ったって言うんですが、女の方にお腹の中にいる子供、そういう標本がありましたからね。なぜこういう子供までこんなことをしなきゃいけないかという感じはあります。それは明らかにその生身の人間の、そうそう、生身の人間を解剖したもの。まあその時に言われたのは、これはマルタが解剖したもんだということが説明されてましたけどね。うん、それを見た後っていうのはどんな気持ちでしたか？夢見てうなされたり、そういう状態が結構続きましたよね。うん、展示されていた生身の人間の標本は何を意味するのか。戦争の歴史を伝える長野県飯田市の平和記念館。ここに731部隊の元隊員が中国から持ち帰った医療器具などが展示されている。注射器やメスなどの手術道具、薬品セットなど、731部隊を語る物的証拠として極めて貴重な資料だ。この持ち主こそ731部隊に所属した長野県下伊那郡出身の久留美沢正邦さん。久留美沢さんは生前、731部隊での活動についてこう語っている。マルタというのは、ご存知の通り人間なんです。これと今少しとるんだけどね、人体実験するというのはそのまたまです。もう4時間ないし、3時間ないし、4時間、もう息を引き取ったというのは、解剖するんです。それは、すなわち、今言う生体解剖という、そうしたら、
切ったらまだ暖かい、暖かいで日が出たっていうのに電話たたりました。それでそして生態解剖させるのこれは先生はでも生態解剖でやるからどうしようがない、わしが解剖記録になると300台人体解剖だけが300台、動物はまた別なんです。それであの森村先生が悪魔の報酬だったけど、果たして7歳では悪魔ばっかりじゃなかった、いわば精神を持ったわけです。ただ殺すのはいろんな研究のために殺したんだから、それはお国のためでもあるし、それは研究のためにどうされるんだ、人の身分を助けるために、ある人を助けるために、そうしたためにやったってことも、やがて戦争が終わったとき、731部隊の隊員は部隊での任務について今後も絶対に話してはならないと指示された。その上でマルタの標本室を見た清水さんにはさらに厳しい命令が下った。引き上げるときですね、14日の朝、自習室で呼ばれましてね、標本室見ているためだと思います、自決用の拳銃と青酸化合物を渡され、これ捕まった時には即座に自決しろというこういう命令でしたけどね。いわゆる口封じである。しかし清水さんは韓国プサンの港に着いた時、内地ではもう必要ないとそれらを海に捨てた。戦後も731部隊については家族にも話したことがなかった清水さんだったが、近年731部隊に関するさまざまな憶測やデマが流れるようになり、10年ほど前から自らの体験を語るようになった。清水さんは少なからず自分が残虐行為に加担したことを謝罪し、真実を伝えることの大切さを語り続けている。人を材料にしてですね、やったことは本当に私たちもそれに協力してしまったということは本当に残念だと思います。やっぱりこれは正直なあれを自分の見たこととやったこと聞いたことだけはきちんと話をしとかなければいけないと思って始めたわけです。でこれからの子供たちのことをね、やっぱり幸せに暮らすんだったらもう戦争ということがなくしてもらえたりとも気持ちが余計でしたね。731部隊で300体もの捕虜の生体解剖を行ったという久留美沢さん、多くを知らされず結果的に生物兵器の開発に関わった清水さん、731部隊の全貌については今も新たな資料が発見されるなど研究が進められているが、人間をモルモットとして扱った戦争加害者としての歴史をどう直視し反省すべきか、私たちは731部隊の元隊員たちの貴重な証言を未来へ語り継いでいかなくてはならない。